月に一のお楽しみ、コートサイドパスプレミアム一挙受け取り祭り。はい、どうも皆さん、おはこばっちは、ちょまんまたけしです。今日も元気に、ヘルベッツギマーボーやっていきたいと思います。ということでね、今日はですね、はい。まあもちろんね、いつやるのかなって思ってた人も多いと思うんですけど、はい、私今回ババンと、はい、コートサイドパスプレミアム全開放、はい、やっていきたいと思います。はい、クレイ・トンプソンがね、解放しましたんで。はい。で、コートサイドパス買った方はね、後で取っとこうなんて思わないでください。絶対に今月中に受け取ってください。これ、引き継ぎできませんので、今月中に必ず受け取ってください。もちろん買った方はね。まあ、もちろん無料分もそうですけど。はい。あと、今回はコートサイドパスと、あと一挙に、こちらですね、バーバンと、はい、デイリーログイン、一挙5連引きも、最後やっていきたいと思いますんで、こちらもお楽しみいただければと思います。明けくりがね、最後来てますんでね。はい、じゃあやっていきましょう。さあ、まあ、じゃあやっていきましょうかね。はい。じゃあ、まず、1日目、初日無料分は25コインですね。はい。はい、受け取りました。はい、OK。で、続いて、有料分は10倍の250コインですね。まあ、コインがね、もう一番嬉しいですからね。はい。で、続いて2日目、ドラピー。はい、これドラピー祭りの時引いてきゃよかったね。まあ、いいんだけど。はい。まあ、いいです。はい、どうせこんな感じですよ。はい、はい、はい。で、続いて、3日目の有料分ですね。これがパンプアップですね。はい、パンプアップ。ローズコーツが 1% 以下。あ、もう、ガネ以上が 1% 以下ですね。これは多分、おそらく、顔代来るでしょう。はい、顔代が来ます。おそらく、顔代が来ます。はい。あら、顔代来た。当たりました。で、続いて PQ のコービーじゃなくて、まずパンプアップ無料分か。はい、また。これも顔代来ますよ。これも顔代来る。PQ かい、おい !PQ いらんちゅうねん。てか、顔代も別にいらんちゅうねん。4日目。はい、コービー。はい、受け取りまーす。あざまーす。餌ですけどね。余裕で餌ですけど。はい、続いて5日目。ハイプインデューサーかな。ハイプインデューサーがめっちゃもらえます。ハイプインデューサー別にいらんけど。はい、続いて、6日目。有料分は、ティームダンカンですね。はい、PQ がいただきます。餌です。余裕で餌です。はい、続いて7日目。はい、無料分がね、高サイドベシック。4% の確率で明らかに当たりますけど、おそらく当たんないでしょう。おそらく顔代が当たります。はい、じゃあ行きましょう。さあ、誰が来るでしょうか。トン。やっぱり顔代。大体顔代つつき当たるから。うん。はい、続いて7日目。はい、嬉しいですね。はい、2回目の課金、コインです。はい、250コイン。これで500コインゲットですね。はい、続いて、8日目。はい、嬉しいですね。地味に嬉しいエネルギーですね。まあ、これは持っといて間違いないですからね。はい。で、続いて9日目、またパンプアップ。さあ、また顔台来るよ、これ。また顔台来るよ。OK、顔台来ました。さあ、続いて、10日目ですね。はい、ハイプインデューサーが無料分でもらえます。続いて、こちら、コースサイドスーパーで、パーサパが入ってます。パーサパが入ってますけど、どうでしょうかね。これはジリコン来ます。これは今度ジリコン来る。さあ、行きましょう。さあ、交際スーパー。有料分のパックでございます。行きましょう。トーン。ほら、来た。大体ね、一番外れから2個目が当たるから。さあ、行きましょう。ハイプインデューサーがいくつもらえますけど、いりません。特に嬉しくはありません。はい、続いて12日目。またパンパップ。じゃこれもジルコンかな。これもジルコン。コバルト来ました。コバルト来ました。でも、こんなところで運使いたくありません。運というか、コバルトか ?4.7%。うん、使いたくねえよ、こんなところによ。こんなところで 4.7% の確率使いたくない。はい、続いて、無料分13日目。これは嬉しい。嬉しいのかな、でも。まあ、最新のが当たればいいですけど。で、ここでさ、プレイオフトーナメント、イーストがかける10個とかになってんじゃん。で、こっちは15個とかになってんじゃん、ちゃんと。これさ、トナメのボーナス報酬もちゃんとこの数にしてほしい。さあ、行きましょう。さあ、何が来るでしょうか。トーン。ハロウィンテーマ、外れでーす。ハロウィンテーマは外れでーす。だって、もう、古いもんね。もう、ガネが最高報酬のやつは古いよ。はい、続いて、また、コートサイドスーパーですね。はい、これもまた、ジルコン来ますよ。はい、レンチャンジルコンの可能性あるよ。いきます、トーン。顔代かい！一番外れやけども。もう、顔代は一番外れです。はい、続いて、14日目。はい、ハイプインデューサーいりません。まあ、いらないというか、まあ、いらないというか、まあ、もらっても別に嬉しくはないって感じですね。はい、続いて、PQ の、提督もらいました。はい、餌でーす。はい、続いて16日目。はい、続いて、無料分でもコートサイドスーパーが来ております。こちらはね、コバぐらいがなんか来そうな予感するよ。なんか、さっきもパンプアップ来たし、コバ来てもおかしくない。行きましょう。
トーン。ほら、コーバー来たー。言ったら来まーす。言ったら来ますけど、まあ、ここでも別に運使いたくなかったね。まあ、運というか、でもまあ、20% だからね。うん。ガネだったら運使ってたけど。はい、続いて、16日目。はい、500名。嬉しいですね。500コインでございます。こちらは、で、これで1000コインゲットしましたね。はい。はい、続いて、17日目。はい、コレクションですね。はい、何が来るでしょうか。まあ、最新のがなるべく来てくれたら嬉しいですけど。トーン。あー、マネーメーカーも古い。ガネが最高峰なんで古いですね。はい、続いてパンプアップ。さあ、何でもいいです。これはぶっちゃけ何でもいいですよ。はい、プラズマコース何でもいい。はい、何でもいいです。はい、続いて19日目。あ、またパンプアップ。はい、有料、無料分パンプアップ。さあ、じゃんじゃん行きましょう。はい、顔代全然嬉しくない。はい、続いて19日目。こちらが今度顔代になりますね。ファンでの顔代でもこんな1日に何個もゲットしてる。はい、続いて20日目。はい、エネルギー。3つこれ嬉しいね。これ嬉しい、地味に。地味にして、コインの次に嬉しいかもしんない、マジで。はい、続いて21日目。はい、これはローズクォーツが入っておりますけど、絶対当たんないでしょう。でもワンチャン今度、これガネが来る可能性あります。ガネ来ても全然おかしくない。じゃあ行きましょう。さあ行きまーす。まあ、ガネぐらいは引いておきたいね。行きまーす。トーン。コバかい、また。しかも。ヌルキッチかい、また。レンチャンでもうヌルキッチが固定で出るように、それ確定されてるんかい。で、22日目。これ無料分で多分これが一番嬉しいでしょう。125コインいきまーす。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて22日目。はい。これは、はい、ダークノビツキーですね。はい、当たりました。餌ですけどね。はい、続いて23日目。これがトンプソンの次に一番嬉しい。1000コインでございます。ありがとうございます。はい、これで2000コインゲットですね。有料分でね。はい、で、続いてコレクション。これまた1個なんだよね。これ最後のやつだけせめて2個とかにしてほしいけど。はい。まあいいでしょう。はい、行きまーす。最新の来て。最新の来てください。トーン。あー、代理ポジもちょっと微妙。うん、マクアマリンだもんね。これもちょっと古いかな。はい。で、続いて、最後ですね。コースサイドスーパー。はい。パーサファーが入っておりますけど。さあ、行きましょう。さあ、何がクリア。さあ、行きまーす。トーン。コバかい。今度はヌルキッチじゃないんかい。クラークかい。はい。で、25秒、最後。はい、トッピーですね。スモールフォワード、ローズコーツの。でもさ、2回目のこのローズコーツのやつはちょっと嬉しくないんだよね。階級がもう、あ、明けくりがもう、実装されてるからさ。まあでも、ありがたいですね。受け取りまーす。トーン。ヒャッブー、トッピーゲッチュー。さあ、速攻ロック、速攻ロック。まず、やることは速攻ロックですから、皆さんね。はい。必ずゲットしてください。しかも、俺課金で買ってるからね。これもったいないですからね。はい。これでしかゲットできないから。これガチャで出ることはないので、コートサイダー、コートサイダー買わないとゲットできないので、これはマジロックですね。はい。はい、ありがとうございます。だって俺の場合だって、本当に、もう過去のさ、こういうのも一応残してるからね。こういうのも。まあいいのかわかんないけどね。もうどうかわかんないけど、一応残してます、これは。うん。一応、でも今パワーキャで使えたりするんでね。今まさに、オブシディアンのジャバーとかも入れてて、これパワー下げる役目でね、結構使えるんで、僕はこれ使ってますね。じゃあ続いて、はい。スタッツラインの、はい、こちらですね。あ、こちらこういう受け取っておきましょう。で、こちらですね。はい。デイリーログイン一挙5連引きでございますね。はい。もう最初の報酬がアクアマリンでございますけど。じゃあ行きましょう。トーン。さあ、アクアマリン何が来るでしょうか。さあ行きまーす。トーン。さあ、バグリ参戦行きました。餌でーす。いい餌がゲットできました。はい。続いて、パーサパー。まあ、パーサファもね、だってもう、ヘッドとヘッドのパック引きで一番下がもうパーサファですからね。もうじゃんじゃん出ますよ。いきまーす。トーン。お、ウィリスリード来ましたー。餌でーす。はい、続いて。はい、じゃんじゃん行きましょう。はい、続いてローズコーツ。さあ行きましょう、ローズコーツで、ね。まあ、ローズコーツはまあヘッドとヘッドのパックでもね、まあ、未だに来たらまだ嬉しいですけど。いきまーす。トーン。お、ブランドミラー来ましたー。なんかあんま持ってない感じがするな、これ。ありがとうございます。なんかあんま引いた感じが覚えがないの最近。はい。じゃあ続いて、明けくりですね。はい。2連引きなんですが、その前にちょっと、明けくりコレクションをじゃあ見ましょう。ちょもとけの明けくりコレクションこんな感じですね。まあ、多少食わせたりしてます。もう MJ を、ケビン・ガーネット星3とか、MJ も星2とかにしてたりしてるんで、多少食わせたりはしてるんですけど、まあ、コレクション的にはこんな感じですね。まあ、こんな感じで選手は出てます。はい。持ってない選手が欲しいですね。まだ多分ね、引いてない選手もね、まだいると思うんでね。さあ行きましょう。じゃあ1パック目。さあ、持ってない選手来るんでしょうか。行きまーす。トーン。おお、アント来た。あれ、あ、でもアント引いてたか。食わせちゃったかな。ちょっと待って、見ていい。
アントは？あ、初引きか。初引きでした。やりました。まさかの初引き。まあ、食わせてないよね、多分ね。下の階級から食わせるから、アントこれ中間ぐらいだから、多分中間というかトップの方やん。アント当たりました。うん。アントはだからガチャゲンじゃないってことですね。ガチャゲンというか、まあ、そのファウンデーションの中でも一部ガチャゲンとかあるので、アントはガチャゲンじゃないってことですね。はい、行きましょう。続いて。さあ行きましょう。行きましょう。さあ行きますよ。おーっとキラキラしてますね。さあ行きます。あれ、またキラキラしだしたカードが。なんか、昔キラキラ仕様あったじゃないですか。それでティアがわかるっていう。またキラキラしだした。さあ行きます。トーン。あ、アイザイトーマスですね。こちら何枚か持ってるので、こちらは何枚か持ってる。多分、ランクアップできるんじゃないか？あ、もうランクアップしてましたね。もう星2にしてたんで。はい。まあ、そんな感じでございます。ということで、チョモタケのね、コートサイドパス、一挙、全開放と、ログボ、5連引きでございました。皆さんどうでしたか？はい。で、次回のコートサイドパスですけれども、おそらく、パワーフォワードですね。パワーフォワードの選手が来ると思います。はい。誰が来るんでしょうかね。ここんとこまた現役が続いてるんでね。マジックがレジェンド枠だったんで、またレジェンド枠が戻ってくるのか、それとも、また現役枠がこのまま続くのかね。今回レジェンド枠結構少なめだね。現役がどっちかっていうと多いね。いつも半々ぐらいだと思うんだけど。はい。まあそんな感じでございますね。続いてはね、明けくりで来ますんでね。やばいね。明けくりの高サイドパスはやばいと思いますね。もちろん、来月も僕は買っていきます。はい。まあ買うとね、いろいろボーナスもついてるんでね。はい。ぜひ皆さんも、まあ、気になる方は購入いただければと思います。ということで、今日はこの辺で動画の方は失礼したいと思います。また次の配信か動画でお会いいたしましょう。それでは、See you next time! バイバーイ。いや、また来月が楽しみですね。Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer.